もうじき着く。まだ黒の一帯の中だぞ。ああ、その通りだ。こんなところに住むバカはいない。魔法も使えず、草木も生えない土地にな。それが世間の常識でね。なるほど、それで隠れ家か。これもなんか黒のなんか土地みたいになるやつもなんか判明してたっけ？判明してなかった気がするけど。ようこそ我が家へ。思った以上にしっかりしてる。あ、じゃあもうここが実質もう拠点みたいな感じ。おっ、うわ、名前が出るまさか。もう潜り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 だっけ。ああ、曲がりだったよ。潜る潜る。雨風をしのげるんだな。魔法を使わずに暮らすなんて。頭を使ってなんとかやってるのさ。潜りか。ここで取れたんだ。えらく手間暇はかかったかな。うん、いけるのに。戻ったのね。よう、タルヤ。その子が例のドミナ。おお、また綺麗なお姉さん出てきたな。意識が戻らない。ちょっと体の方を見てもらえないか。わかったわ。グッズ、手伝ってちょうだい。ばあさんが。代金は払ってある。大丈夫だから安心なさい。ならいいけど。とびきり腕のいい医者なんだ。任せておけばいい。ま、好きに見てもあれ。俺は部屋にいる。武器とかどうなるんだろうね、このゲーム。普通に素材集めてモンハンみたいに生産する系か、道中で拾う系か。パッドかな。パッドを押すことで表示されるエリアマップでは隠れ家やフィールドの地図を見ることができる。メインストーリーの目的地を表す、いや、各施設のアイコンも表示されるため覚えておくと便利。これ走る機能ないのかな。押し込み走れないんだよな。なんか軽くジョギングじゃん今。なんか猛烈ダッシュしたい。ちょっとした仕掛けを考えてるんだが。あ、やべ、アクセサリーから。こいつがなかなかうまくいかなくてな。かけろってこと。さて、クライブ・ロズフィールド、お前あそこで何をしてた。ザンブレック公国軍のベアラーなんだろう。だとしたら戦場の混乱に乗じたドミナント暗殺、おおよそそんなところか。殺そうとして気づいた。なぜ彼女が。それであの子を助けるために仲間を切って一緒に逃げようとしたか。ベアラーが任務を放棄すりゃ極刑と決まってる。逃げたところでその刻印だ。いずれは軍の耳にも入るだろう。大した冷落ぶりだな、ロズフィールド卿。うん。画面に合わせてマジで喉乾くな。客への礼儀ってやつさ。ジルをどうするつもりだ。どうもしない。自分の意志で生きてくれりゃいい。利用する気ならもっとうまくやってる。保護してるだけさ。ドミナントやベアラーたちをな。だがこんなことしてりゃ国から目をつけられちまう。ここの連中を守るために一人でも多くの腕利きが必要でね。力を貸してくれないか、クライブ。
これ誰か、パーティーに雷神が入って一緒に行動するってことか。それは血みたいな感じで見てるのかな、内心的には。シドだったな、彼女のことを任せていいか。弟の仇を討つまでは何も考えられない。仇？もう一体の火の召喚獣、それを狩るドミナントを探している。確かにあれか、火の召喚獣に2体目がいた、噂は事実だってのか。あの日俺は弟に生かされた、だから泥水をすすってでも生きてきた。弟のジョシアの仇を討つためだけに生きてきたんだ。奴らの監視から逃れることができた、今しかない。これがきっと最後の機会だろう、最後の。ならもう少し付き合え。仲間にはなれない。最後まで聞け。ザンブレクのロストウィングという村にコートから逃れたベアラーたちが集まってる。そこに火のドミナントらしき奴がいると知らせがあった。本当か。まだ姿わかんないんだよね。なんかもう目の前に映ったり消えたり映ったり消えたりしてたから顔も見えてないし。仇が見つかるまでだ。支度を急げよ。大広間に行けば誰か変えていい？ここかな。あー、オートポーションつければいいか。これだけでストーリーとか戦闘がぬるゲーにならなきゃいいけど。いいな。相変わらず大人になってもこのジャンプ力。まあ、甲冑がな、重いってのはありそうだけど。まあ、さっきの大男か。あんた、シドが連れてきた。確か、グッズと言ったな。これから外へ出る。支度をできる場所はあるか。ばあさんの店と火事場があるよ。ばあさんは取り込み中だし、火事場が先だね。この奥にあるから。火事場か。さあどうだ、モンハン系なのか。さすがにモルボル周回しようとかそういうゲームではないと思うけど。待って、これを持っていくといいよ。鍛冶師のブラックソーンはお酒が大好きなんだ。多分これで話を聞いてくれる。めっちゃいいやつじゃん。あんたがブラックソーンか。だったらなんだ、用がないならさっさと失せろ。まあでも大体の火事はこんな感じだからな、区長。その前に装備を整えたい。知らねえ野郎のために何だって俺が働かなきゃならん。お金あるぞ。そういうことか。届け物だ。なるほど、あいつの入れ知恵だな。仕方ない。人肌脱いでやるか。単純だね。嫌いじゃない。どれ、ザンブレクのベアラーヘってのは相も変わらずひどい装備をしてやがる。まあ今日だけは特別だ、ありものでこしらえてやるよ。なんか結構ここのいる住民って傷ある人多いね。額に装備の生成強化を行うことができる。装備の生成には素材のマテリアルを強化に。なるほど、助かったよ、装備が整った。そうよかった。着いたぞ、もう少しだ。これも額に傷あり。いや奴隷込んだ。
その辺を開けてくれ。え、待って、この奴隷って一番最初に出てきた、違う、なんかめちゃめちゃ礼儀が良かった。地獄の今日も怪我人が絶えないな。誰か手が空いてるやつ、水を持ってきてくれ。お、俺が行くよ。あっちをお願い、水を汲んでくるから。おい、待て。まったく、なんだって言うんだ。でも名前覚えてないんだよな。彼らはザンブレクのベアラーを保護したのさ。主が変わってひどい扱いを受けていたよ。ベアラーって何？あ、そっか、奴隷がベアラーか。山のような大男だが温和な、温和な性格。こいつは治療が必要だな。すまんが、タルヤを呼んできてもらえるか。上の階の医務室にいる。頼む、急いでくれ。タルヤ、あの医者のことか。そう、ジャンプ癖が。これなんか原神の癖で、なんか階段はジャンプの方が早いっていう変な入れ知恵が。あら、お見舞いなら別の機会にどうぞ。彼女眠ってるから。いや、あんたを呼びに来た。保護したベアラーを見てもらいたいそうだ。患者はどこ？ああ、下の広場に。今だったら入れるぞ。悪いことしか考えてないけど。なんだったら目の前にいる白衣っぽい白い服してる人の方が医者に見えるけどね。これで大丈夫ね。患者を医務室に運んで。この人も傷ある、似たような。今日は大忙しだわ。ありがとうよ。ベアラーを保護するときはいつも怪我人が？今回はまだうまく助けられた方さ。もっとひどいときもある。お前さんか、シドが連れてきたのは。俺はオットーだ。ここのことなら何でも聞いてくれ。出かける支度をしている。あとは道具を揃えるだけだ。ならカロンばあさんだな。声をかけてみろ。あ、そうする。助かったぜ。礼はまた今度。ここに居つくつもりはない。礼は不要だ。そう言うなよ。助けられりゃ恩に報いるってのがここの流儀なんでね。お使い頼まれそう。いいよ、全然やるよ。やっぱこの場に馴染むためにやっぱり誰の言うことでも聞いていくってのがやっぱ大事って。特定のキャラクターに話しかけることで、うん、クエスト、これサブクエから、サブクエを受注することができるようになった。受注したクエストを達成するとさまざまな報酬を。赤いやつがメインストーリーで、これがサブクエか。これあれだな、助け合いか。サブクエめちゃめちゃやるみたいな感じになりそうだな。寄り道楽しいみたいな。あんたがカロンか。いくらか道具を譲してほしい。ご挨拶だね。まずは名乗ったらどうだ、新入り。ちょっとユバーバっぽい。お前さん、あの子の飼い主だそうじゃないか。シドが拾ってきてからというもの、私が毎日餌をやってたのさ。これからはあんたがちゃんと面倒見てやんな。もう一人にするんじゃないよ。あ、分かってる。トルガルが世話になったな。感謝するなら言葉よりも金をお出し。私は商人の端くれだ。金さえ出しゃそれなりのものを売ってやる。
さて、道具が入り用なんだろう。何が欲しいんだい。そうだね、できればランスに変えたいんだけどね。なんとかなりそうだな、このブレイブハートって武器持ってるから。今は作んなくても大丈夫だろう。こんなところか。どうも。なんだ、腹でも減ったのかい。飼い主からもらいなよ。クライブだったか。これもきっと何かの縁だ。あの小袋を一つあんたにくれてやる。余計に仕入れちまって困ってたのさ。ありがとう。今後ともごひいきに。あのワンコに与える餌によって見た目とかステータス変わったら面白いな。長押しで拾う。お、いや分からんけど、ワープゲート的な。仮装の時は相手に戦闘のトレーニングをすることができる。またメインストーリーの進行によってさまざまなコンテンツが追加されていく。支度は。また出かけるのかい、シード。モテる男は忙しいのさ、カロンバーさん。そういうことにしといてやるよ。行くぞ。ああ、なんか昔に比べると合いそうな。そんなことない。ワールドマップ使ってワープしようってことか。ちょっとサブクエも気になるけど、まあ、とりあえず行こう。また口に入りやがった。なぜクリスタルロードを使わない。仮にもお尋ね者なんでね。あのフェニックスの力使っても、おい、それと大街道を通るわけにも回せばいいだろ。いかないだろう。まったく、ここは自慢の抜け道だったんだがな。各地で黒の一帯が広がっている。そんな中でもこの辺りは緑が豊かだ。虫も多くなる。もうすぐザンブレク寮に入る。気が引けるか。いいや。ならいい。いや、よし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 。狩りを教え込んだからな。一緒に旅すりゃ心強い。頼むぞ、トルガル。かわいいな。日暮れ前に森を抜けちまおう。行こう。トルガルがパーティーメンバーに加わった。トルガルは戦闘中にクライブのサポートをしてくれる。またトルガルは戦闘が始まれば自動的に戦ってくれるが、行動に指示を出すこともできる。回復もしてくれるの。ヒール使える。何？早速のお出ましだ。はいはい。ちょっと巻き込み、これで巻き込むか。かっこいいね。これでトルガル攻撃しろ。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 なんかダメージ食らいたいな。一回ダメージどっかで食らって、トルガルがどれぐらい回復してくれるか見ようかな。
ドンピリ、ドンピリそうだな。いないか、ここ。お、ドンピリの声だよね。うわ、誰だ？え、誰だ？わからん。めちゃめちゃアルマジ、アルマジロだっけ？なんかいたよな、ああいうやつ。おい、今のはまさか北部の主じゃないか？黒の部隊が北部で広がってると聞く。奴は餌を求めて南下してきたのか。参ったね。ここらもすっかり物騒になっちまった。相棒。先へ進むしかないんだろう。ああ、敵いるのか。おっと、気をつけろ。この辺は花に化けた魔物が出るからな。そういうことは早く言え。一回なんかこんだけ敵いるから、どっかで攻撃食らいそうだ。これ待って、素晴らしいよ。先導ご苦労。おかげで進めるよ。先行石、これ誰か武器作る系か強化系のやつ。あ、すごいすごいすごい。では遠慮なく。それやらなくても通れない？トルガル取れないのかな。人は通れそうだったけど。ここにも。あ、すごい。なんか遺跡というよりかなんか船が落下したみたいに見えるけど。ここらには似たようなものがたくさんある。あれが空に浮いてたなんてな。ここまで来ればもう少しだ。抜けちまおう。行くぞ。こっちだ。いいね、このゲームさ、なんか順路にちゃんとアイテムを設置してくれる超良心的なんだけど、まあ魔物の牙そういうのもしてんだ。もしかしたら全然順路じゃないところもあるみたいな可能性。お、なんだ、お前はなんて言ってるんだ。ワイバン系なのか。こいつ面倒なやつだぞ。いや、よけられない。油断すんなよ。これコンボマックスまで止めて最後にあれ決めよう。さすがこれはボスではないでしょ。こいつは周回してなんか装備は作れそうだけど。わ、死体をちゃんと用意してや。邪魔が入っちまったな。走るとは思わなかった。壁、赤炉みたいに壁、スッていくのかなと思ったけど、やっぱちげえわ。俺まだこのゲームの主人公の身体力舐めてるわ。何？トルガ、どうした？こんなところ。エルサを仕込みで実行することができる。トルガルが同行するメインストーリーの目的地や進むべき方向へ示してくれる。ありがとう。お、待て。よしよしできる。あー、よし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 。いい子だ。なんだったらポケモンみたいに道具拾ってきてくれないかな。物拾いっていうそういう特性欲しいから。餌やりとかのそういうジェスチャーもあったらいいな。
ひどい血の匂いだ。まとめてじゃん。さあこれぐらい食らってる状態でトルガル回復してくれ。ありがとう。え、まさかのリジェネ。これリジェネしてたもん。これトルガル回復してくれ。回復してないよトルガル。一息ついたからシド今のうちに。あ、なんか今ドロップしてたけど分かんないな。そうそう、トルガルどこ行ったらいい。いや便利すぎ。こっちはアイテムなさそうかな。所持数を超えたポーションゲットできるようになった。ありがてえ。なんか今まで4個ぐらいだったからな、心もとなかったから。お、ボスっぽい。さっきのあれか、ドスジャグラスか。いやー、構え的にはどちゃぐちゃと飛びがち。そして要素的にはエスペラス。ライブやるぞ。ああ、分かってる。結局こうなると思う。チアリを受けるしかない。ミスった。でもトルガル回復して。まあ、お手並み拝見といくか。むずいな。でも今なんか自動で、あ、自動あれかポーションか。やべ、むずい回復が。やっと回避できた。あぶねー。いいよ、避けてるよ。画面画面外れ、だいぶ場所悪いけど。1,2,3,4,5 1杯、2杯、3杯、4杯。あ、やばい。うわー、タイミングミスった。おーおー、仕掛けてくるぞ。これはもうあれだな、避ける系、避ける系か。あー、裏がけだ。トラウマが、ちょっとトラウマが、アイスボート27年落としたあのトラウマが。これ今避けた？ここか。避けた。まったくなんてやつだ。厄介な攻撃を。オッケーオッケー、タイミング上がってきた。今避けたんかな。それが回復してくれ。避けてる、避けてる、多分避けてる。これで終わりだ。23、はい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 。終わりだ。あー気持ちいい。コンボマックスまで、マックスなのか分かんないけど、全然ダメージ多分違うな。あ、 V ダメージが違う。あー、そのパターンか。いやでもな、どこをターゲットカメラ今やってたかどうだか覚えてないけど。こいつまだ手間のかかる。いいの、そんなに使っちゃって。あ、ここで初めて雷神モードを見るんだ。かっこよすぎるでしょ。いやマジか。最初からまあ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 ね、だいぶ力使っちゃうからあんまりやれないんだろうけど。そうなっちゃうのか。ドミナントだったのか。いや使わない方が良かったでしょう。削ってるよ一応。そうだ、
何の因果か召喚獣ラムーに目覚めた。この老体じゃそうそう使えんがね。でも弟もなんか結構苦しがってたんだよね、フェニックスの力使うとき。シド、ドミナントとベアラーを保護していると言ったな。目的は何だ。なあクライブ、ドミナントとベアラーは人と何が違う。ドミナントは宿した召喚獣の力を使うことができる。ベアラーはクリスタルを介さずに魔法を使うことができる。ただそれだけだろう。それだけで俺たちは人として扱われず、人として生きることも許されない。だから数を集めて抵抗しようとでも。お前くらい若けりゃそういう気も起きたかもしれないがな、俺はただ人と同じように死を迎えたいだけなのさ。同じ境遇の人をただ集めてるってだけなの。もうさっきのドスジャグラス倒してなんか素材手に入んない。あ、ちゃんとあれだ、通り抜けるとかそういうことはないわ。大丈夫、明るさマックスにしてるからそんな暗くない。お前こそ火のドミナントを見つけて何をするつもりだ。殺すだけだ。あんたの話はわからんでもない。だがもし奴をかばうなら容赦しない。弟の仇なんだろ、分かってるさ。だから主人公よくわかる。いきなりあれだね、限界値超えるね。あ、どうすればいいんだ上に対して。もうベジータにしかできないぞ。ベジータにしか俺できない。俺降りてくる。あぶねー、降りてきてくれるんだったらありがたいけどね。ため技使うか。あ、でもそれはいいや。いや、あ、降りてきてくれるのありがてー。で、アイテムだ。ちょっと早速順路が、あ、こっちからでも行けるっていう感じかな。敵を今スルーしていくこともできたけどって感じだ。こういうの無視するとあとでレベル足りねえみたいな感じになるから。アイテムだ。あ、空中で行けない。飛び込みたい。ナイス。すげえ、今更なんだけどジャンプっていうコマンドがあることに今気づきました。それであれか、さっきの虫のホーネットとか狙えばよかったのか。いいよ、今のうまいよ。あと犬もあるか。犬空気切ったか。あ、やっぱりこれあれだ、開ける宝物系だ。メテオライト、これ装備っぽいね。あ、アイテムだ、マテリアルだった。シフト使えば。あー、フェニックスシフト、なるほど。いや、ありがとうございます、とても助かりました。待て、今後の面接で一番尊敬することは誰かと言われればあなたを言います。ボールド兵だ。僕が苦しんでる時に道を指し示してくれました。そういうふうに言います。あ、なので皆さんも尊敬する人は誰ですかって言われたらエマーシって答えるようにしてください。そして裸の動画を突き出してください。こういうことを堂々とできる人に僕はなりたいんです。あ、終わったの、多分その面接。それで、この先にいる
ロストウィングに奴らを集めた。よくやった。ご褒美かな。行くぞ。待ってくれ。いや待って、今のコメントマジで忘れてくれ。俺ド M みたいになっちゃうじゃない。ド M みたいになっちゃうじゃないか。俺ド M じゃないから。いやマジで今のは、今のは忘れてほしい。冷静になっちゃった。我が主は何より忠義に熱いお方でね。仲間を売るような輩に払う金はないってさ。ああ、その転がりリアル。ベネディクタ・ハーマン、ウォールウドの暗部を担う女だ。今なら抑えられるが。誰だ貴様ら、ザンブレク兵か。ん、女が言った後。いやー、この距離普通あの女戻ってこない。その距離よ。まあどうせ雑魚だろうと思ってあれか、来ない系か。ベネディクタ様のために見えた。いやお前なんか一番強いです。真っ先に狙いにいっちゃったけど。これやってる間無敵入ってるとかじゃないなんか知らないけどパリーしてる。はいはい、ちょっと早すぎた。お、コマンドだ。何？連打。なるほど。さすがにね。俺もそういうのやりたい。男のロマンよ。すごい。またか。なんでこうモブの相手でもこんなに装備がかっこいいんだろう。俺も欲しい。いやいや、クラウンかい。パリーしてみようかな。こう？違うな。R1 じゃなくてあれを攻撃ボタン押したらみたいな。いやダメだな、このコマンドが出るとき攻撃ボタン押せないです。あっ、コマンド間違えちゃった。おお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 おはい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 、まれ、よしよし。消え方が、消え方がメルゼラウとちょっと似てる。ドーン。ずっとんふんふんって言ってた。ごめんね、笑うとこじゃないんだけど笑っちゃうわ。うんって答えるようにそれ言われちゃったら。パリーが未だに分かんないんだけど、パリーって敵の普通の攻撃の時に、まあ、四角を押せばいい系、攻撃には攻撃で合わせればいい系。
それにしてもナイト様ってのは伊達じゃない。フェニックスの祝福のおかげか。確かにメタルギアライジング懐かしい。やったよフェニックス、火の召喚獣。めちゃめちゃあれ面白い。それがもう一体現れるなんてな。疑ってるのか。世界をなす8つの要素にその守護者たる召喚獣は1体ずつ。でも結構出てない。この言い伝えを信じるなら火の召喚獣はフェニックスだけのもんだ。あ、そうか。それであれが他に火の召喚獣がいるのってなったか。大体ドミナントはそう簡単に生まれるもんじゃない。先代が死んでから長いこと現れんことすらある。だが嘘だとも思っちゃいないぜ。火のドミナントに会えば少しは真実に近づけるだろうが、さてどうなることか。この奴らが向かったのはロストウィングだ。急ごう、日も暮れる。ケツのあたりにあるあれ。この死体はどうする。昔肩に小学校の時つけられたあれに、あれに近しいものを感じる。わかる。あれの名前がわかんないけど、攻撃に合わせて攻撃ボタンで合ってるっちゃ合ってるんだ。パリ初めてステージを攻略したことで隠れ家のアンテストーンに新しいモードが追加された。え、なんか月の色変わってない？あの月の色とか月の下の星、あの星に祈りを捧げるみたいな文化がね、この物語にあるみたいな感じで出てたけど。すっかり日が暮れちまった。だがここからなら近い。ロストウィングはあの遺跡の麓に。話によればあれは飛空艇の遺跡なんだろう。大昔に空をかけた船の慣れの果てか。そうだよね、最初しよかったよね。とはいるんだろうな。そればかりは仲間を信じるほかない。嫌な予感がする。行こう。なんか最後ラスボス戦宇宙行くみたいな、あの星の場所行くみたいな。なんだこれ。ベアリス勢の各地にはオベリスクという遺跡がある。これらに近づくことで、ワールドマップから瞬時に移動する拠点となる。あ、途中のセーブポイント的な感じなのかな。不穏な静寂。これはもう触んなくても、もう起動してる？これは空の文明の遺物か。道しるべとして使えるかもしれないな。めっちゃ一人で喋ってくれるじゃん。びっくりしちゃった。あんまりそういうことなかったから、いきなり喋ってくれるな。何？いや、こんだけ色々とボス戦にしか見えないけどね。いやー、そんなことなさそう。ただの畑だった。ただの畑だった。えっ、どうしたの？いきなり走りなんて覚えちゃって。こういう何？情景がいいと走れる。気分。周りの風景に結構左右されるタイプ。早すぎた。これもあんまり今やるべきじゃなかった。モールード兵か。こいつらロストウィングで何を。こんだけ広いのに上行けないの。クライム急ぐぞ。ちょっと見て。お、走れよ。なんで走んないんだよ。走った。行くぞ。まさかのただの丈夫な川。まあもしかしたらいいね、あれなのかもしれない。これだけかな。あー、これだけっぽいな。意外とこの広いマップでアイテム1個だけだった。
暗い、まあ、一応ね、明るさはね、マックスにはしてるんだけどね。風丸？風丸？あ、でもそんな感じ。姿がない。こんな時間とはいえ。え？マルコタン長押しでトルガリに乗れてアイテム使えるし、武器も解けるよ。これからどうする？マジ？いや、やるしかない。仲間と合流だ。それめっちゃ画期的じゃない？なんかモンハンにも欲しいよ。すげえ欲しい。どうやって知らせるんだ？そうだな。戦闘中にもね、いや飛びたいなと思って止まらなくていいもんね。指導の仲間か。慎重に探さなければ。どこ向かえばいいよ。こっちか。ちょっとなんか反応しないな。絆大事かな。トルガル。どこかに人の気配がないのか。これいいね。近づくだけで反応してくれるわ。起動し忘れみたいな、そんなこともない。誰もいねえ。早すぎる。何？子供の声。バカでデイ。おじさんが煽ってあげるよ。どうした？大丈夫か？おじさんが介護してあげる。心配ない。俺は。ザンブレクの兵士。しがないランサーだ。村のみんなを助けに来た。みんながどこに行ったか教えてくれるか？君がランサーだったら作ってあげよう。私ラスしか使ってないんです。よし、助けてあげよう。教会だな。必ず助けるから。君はこの辺りで隠れているんだ。オッケー。この子が言うには教会にあのランス以外の武器を使うやつが集まってるみたいに言うから、やっぱしばきに行くわ。よーし、行くぞ。心がけがランサーはお断りです。ランサーを立ち去れ言われてそう。あっ、普通に介護受けてるじゃん。おい、このままほっといたら死んじまうぞ。静かにしろ貴様。はい、来たのか、シュド。君はランサー？下がってろ。でもそれやんなくてもいけると思いますけどね、普段の立ち回り見てると。一体なんだ。クライム来てくれると思ったぜ。生きてたか、ガブ。なんとかな。だけど、こいつらをかくまうので精一杯だった。本当に叫ぶなんて。大丈夫、味方だ。これだけか。いや、もっといたんだが、少し前に何人かのベアラーが連れて行かれちまったよ。火のドミナントは？ああ、その中にいたかもしれないけど。かもね。あ、ランサーだ。知らせなきゃ。逃げるつもりか。クライム、やつ追い。もう手取り足取り分かる相手の気持ちが。ランサー以外に過剰に反応する体になってしまった。おう、疾風ダッシュしろ、疾風ダッシュ。風丸、風丸、風丸の技使ってけ。おい、なんで、なんであの疾風ダッシュ使えないんだ。今使うべきだろ。石膏からの知らせはまだありません。ですが女を捕らえています。まもなく奴も抑えられるでしょう。上等だ。残りのベアラーはノルバーンを落とした部隊に引き渡しました。交渉の手札にも使えるだろう。わ、すごい細かいけど今の仕草良かったの。これ壊すなっていうでしょ。すげえよかった。ご心配な。現実で見る機会ない。伝えてありますよ。さあ、前祝いだ。みんな飲めよ。もらおう。我らのベネディクタ様に、我が王に。我が王に。
なんだこんなもので酔えってのか。びっくりしちゃった。どもから巻き上げた最高級の酒です。でもなんだろ、今の仕草に悪い気しなかったんだよな。なんでだろう。ベネディクト様、ザンブレク兵が。ネズミ一匹負けないとは。なんで使えんやつだ。いや、雷神は。うわ、かわいそう。上司にしたくないランキング堂々の第一。その兵装は貴様ザンブレクのベアラーか。いいぞ、ものは試しだ。グジャウザオだな。ルーダで生きた。なんだと。いつも手下召喚するな。あ、ガルーダではなくチラーダなんだ。こいつは普通に回避を見せていく。優しいね。出してくれるの優しいよ。ここじゃないか。はいはい、ここ避けてない。避けてるけど、ジャスト回避じゃ。空中でも避けられるんですね。押し通すな。はい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 。なんか成功してんのかどうかするか。OK。昨日戦ったからな。ハッピーレディ三姉妹、懐かしい。昔遊戯をやってた頃、そのハッピーレディ三姉妹のシークレットレアは当てて、その場でその時にいた上級生に、え、ベアラーにしてはなかなかこれめっちゃいいじゃんって。見込みがあるぞ。俺の強欲の壺と交換しようって言って、強欲の壺と俺交換したから。クライブ。物の価値がわからなすぎて。え、女の子よりもこの壺の方がなんかイケでかっこいいって、なんかその当初の俺エマちゃんみたいな。ネズミの親玉はやはりお前だったか。久しぶりだな、ベネディクター。お前何してた。シド、いやシドルファス、答えろ。なぜ我らウォールードを裏切った。問いに答えろ、吉祥殿。何、お前たちのやり方に嫌気がさしたのさ。こそこそとベアラーたちを抱え込んでいるのは知っている。何のためだ。お前には関係ない。ベネディクサ様、例のドミノントを捕らえました。誰、女。いや、それはワープじゃん。煙玉とかその領域じゃないんだよ。逃げられたか。普通応答しない。俺の感性だったらこれ応答するんだけどな。これぐらいの一瞬だったら
先行玉食らって10秒ぐらい行き先の検討はってなったんだったら分かるけど、いや一度ロストウィングへ戻る。村の連中から話を聞こう。だがこのまま奴らはガブに追わせた。あいつは特別鼻が利くんだ。任せとけ。これさっきの、あれか、ランサーの女の子がいた教会のところか。それじゃあ奴らは最初からドミナントを探して。ああそうさ、まったくいい迷惑だよ。俺たちがかくまってるんじゃないかって脅されてよなあ。まあ連中もしばらくしたら何人か連れ出してどこかに行っちまったかね。そのまま教会で監視されていたのか。災難だったな。だが俺たちのところに来てたらこんな目には遭わなかったんだぞ。誘ってくれたことはみんな感謝してる。ここが好きなんだ。必要なものがあれば言ってくれ。そうかい、ありがとうよ。おゆかな龍騎士を知ってるかい。その龍騎士昨日戦ったけど、かの英雄は千の竜を従え、百万の敵兵を蹴散らした。槍は大地をも貫き、翼は天を駆け巡る。なあクライブ、敵を撃った後はどうする？エンディング何も終わってない。ジャッコさん、スパチャありがとうございます。プレステ持ってないけど、マスさんの FF で守れたら、PS5 欲しくなってきました。目の前で殺された。F やってみたいし、PS5 守れなかった。ね、画質がマジでいいよ。だから、せめてもの手向けとして、奴をこの手で殺す。それ以外のことは、どうだっていい。いいんだ、それがお前の生きる糧か。このなんかアイコンもなんか意味ありそうだけどね。俺ランスにしか見えなくなってきたもんな、このドレコン。さっき言ってたあれか、戦に長けたザンブレク公国だろうと、所詮増票は増票、アリどもが守る砦など造作なく落ちる。わざわざ私が出るまでもなかったか。誰で、いくら銀融詩人が称える召喚獣バハムートを抱える強国といえど、うちに入ってしまえば案外脆いのかもしれんな。あれ火のやつじゃないの？なぜ抵抗しない？お前にも力が宿っているんだろう？フェニックスを倒したほどのな。こいつがイフリートのあれか。クリスタルの枷があるとはいえ、逃げ出すことなどたやすかろうに。いつまで黙ってるつもりだ。同志になれ。お前ほどのものなら我々は相応の待遇で迎えよう。マルガラス様なりません。いや結構復活貫通してるじゃん。ゆっくりと考えることだ。だからその血あれなんだね。ふってやらない系なの。あとは任せる。
クライブ、起きろ、ガブだ。誰だっけガブって。あ、さっきのあれだ、石膏言ったやつだ。ノルバーンが、ザンブレク有数の剣才だったんだが、すでに奴らの手に落ちてるようだ。連れてかれたベアラーたちは多分そこだろう。ベネディクタたちはドミナントを狙ってた。戦のためじゃない。となると手駒の兵もそう分散できないはずだ。火のドミナントも。俺はベアラーを救助する。お前はドミナントを探せ。で、俺はどうする？いい質問だガブ。砦から逃げたベアラーを集め、この村まで誘導してくれ。そっちの新入りに任せりゃいいだろう。闇夜の中でベアラーたちを探すにはお前の鼻が必要なんだ。頼むガブ、お前にしかできない。使い方うまいな。そう？仕方ねえな。乗せられるのも早いな。じゃあ先に砦の周辺を調べておくか。迷惑かけんなよ。露骨に先輩面するじゃん。まあ先輩だけども。シド、俺たちも。いや、まだだ。決行は明日の夜に。どうして？今出発しても着く頃には夜が明けちまう。忍び込むには分が悪すぎる。お前だってせっかくの機会を保護にしたくはないだろう。奴らもすぐには動かん。今夜は休め。いいな。ああ。夜の底。ここでもあれかな、サブミッション出る系かな。で、川でやったのはいいんだけど、まあ、その時にね、森だけじゃなくてシュノーケリングも使ったんだよね。明日まで世話になるぞ。で、そのシュノーケリングの、そっちの足切りか。海で使うのね、いきなり使うの怖いから川で使ってたんだけど、まあ、だ。カンタンはこのロストムービーがあるから喋れない。俺たちの協力者だ。協力？ベアラを保護してるってことか。あんた以外にもそんな活動してるやつがいるとは。よくやるもんだ。ザンブレク領の中だってのに。勝ってやってるだけさ。俺の用事が終わるまでな。村が襲われた時、あんたは火のドミナントを見たのか。ちょっと口調変わってるもんな、こういうところで。別のところで囚われてたみたいだが。残念だ。それらしいやつを見たってのが何人かいるから話を聞いてみりゃいい。ベアラーの刻印が気になるか。ベアラーに話す口はない。ベアラーに貸す耳もない。確かにベアラーってのは主の許可なしに喋ることを禁じられてる。国に雇われてるベアラー兵もその裁量は最小限。だがまあ手を貸してやらんでもない。お前はシドの連れだからな。相当立場低いんだな。こいつを持ってけ。ここの連中に見せりゃ答えてくれるだろうさ。いや、わからん。それただあれか、イベントアイテム的な感じか。カンタンは酒場のマスターってだけじゃない。この村の主で掟だ。主で掟？お前のもらったブローチはその主に認められた証ってところさ。主が口を聞いたとなりゃ相手がベアラーだろうが話を聞いてくれる。それ
一眠りする前に手分けして火のドミナントのことを調べるぞ。住人に話を聞いてみるか。なお、なるほど。だてか、あれ溶接じゃない？違う、こっちはなんかクリスタル使ってんのかこれ。サカロー、絶対目まぶしいだろそれ。絶対まぶすぎて前見えてないよ逆に。へー、ブローチをもらってるなんて。マスターもあんたに感謝してんだね。確かに今日は本当に助かったよ。シドやあんたが来てくれなかったらと思うと。一つ聞きたい、火のドミナントを見かけたか？ああ、最初のうちは一緒に捕まってた。顔はよく見てないが、ローブ姿の若い男だったと思う。他に何か覚えていることは？女の従者を連れてたよ。途中で別れちまったから私にはこれくらいしか。十分だ、助かった。逆に言えば13年前にもうローブのその旧のドミナントのやつにはもう合ってるけど、多分容姿変わってない。今もだって若い男って言ったらしい。13年前の幼少期に映った姿も若かったし、タイムトラベラーで映ってんのかな。そのブローチ、ほう、マスターにも目をかけられてるのか。あんたシドのところの新入りだろ。同志がガブに世話になった。礼を言っておいてくれ。それでこんな夜更けに一体何の用だい？火のドミナントを探している。知っていることを教えてくれ。あの中に火の魔法を使うやつはいたらしいが、ドミナントかどうかまでは。ウォールウッドの連中は花からドミナントだと見ていたようだがね。姿を見ていないか？俺は見ていない。だけど同志が何人か一緒に捕まってたはずさ。ありがとう。一旦シドに報告するか。たった二人しか話しかけてないけどいいの？まあでも情報は手に入ってるからいいのか。いたっていう確証が得られたもん。ちょっとウキウキステップしかやっぱ見えないの。じゃあ何か分かったか？ローブ姿の若い男に従者の女。なるほど、話がつながったぜ。どういう意味だ？火のドミナント、やつがおとなしくしていた理由さ。女が一人先に捕らわれたらしい。おそらくその従者だろう。人質に捕られたのか？とはいえそんな状況下でもやつには慌てた様子がなかったって話だ。よほど自分の力に自信があるのか、何にせよ厄介な相手のようだ。実際に顔を拝む前に探っておいてよかったぜ。ああ、今日はここまでにしよう。さすがに休まんと明日に響く。さあ簡単に寝床を借りるぞ。でもなあ、なんかワンチャンどっかのタイミングでなんか顔立ちがね似てたからね、もう一人の僕かなと思ったけど。泊まれる場所はあるか？住所が全く分かんないから。空き部屋の床にでも寝ろ。外の町みたいに宿があると思うな。野ざらしよりマシか。はあ、ありがとうよ。そうさせてもらう。宿代は。そうさせてもらう。宿代は防柵の撤去でいい。ごめん、飛ばしちゃったせいで。シドがここを襲ったウォールウッドのやつらが来て早々街道へ抜ける道を封鎖しやがった。防柵を作るだけ作ってほっぽっていかれたんじゃ邪魔で邪魔で仕方ねえ。明日日中のうちに片付けておけよ。へいへい。
簡単の野郎、さんざこき使いやがって。グライブ、支度はできたか？問題ない。今出れば夜更けにはノルバーン砦に着く。そろそろ出るぞ。ああ、行こう。ボス戦やりて、戦闘がして、やばい、戦闘強になるってさ。行くとしよう。夜か。ウォールードがノルバーン砦を押さえたのなら、巡回している兵がいるかもしれん。気をつけろよ。叩きのめすだけだ。ジャスト回避も気持ちいいんだけどね。ジャストガードがやっぱ一番勝負に合ってる。おお、いきなり走り始めた。なんだ貴様ら。ちょっともっと近づけ、もっと近づけ。あ、いい位置。はいはいはい、ちょっとハイハイ練習したいな。あ、やばい。あ、ハイハイ練習したかった。あ、残ってるだろ。丈夫な皮だっけ、落ちるの覚えてないよ。次敵と戦うときハイハイ練習しよう。それにしてもあのノルバーン砦が落とされるとは。敵地ど真ん中の砦を落とすよう命じる国王も大概だがな。国王？ウォールードでは全ての戦事が欧米で失敗は許されない。連中の腕も相当だが、それほど必死ということだ。来やがったぞ、気を抜くな。はいはい練習。はい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 。オーケー、これが常にできれば。見えた。悪いな、みたい。通らせてもらうぞ。何これ。宝箱あるやん。おーおーおー、開けてちゃんと。メテオライトね。いいよ、すげえ釣りできそう。ボスじゃないな、この雰囲気。まだこれ以上は騒ぎになるか。正面から乗り込むのは避けた方がいいな。砦につながる古い地下水道がある。そこなら奴らも気づいてないだろう。シド、弟の仇を討つため俺はここにいる。あんたはなぜ危険を冒してベアラを救う？彼らの多くは国の管理下だ。それを人として生きることを許されていないのは何もドミナントやベアラだけじゃない。俺はせめて誰もが人として死ねる場所を作りたい、それだけだ。さっきも聞いたくねえ。だがこの世界にはまだ早い。だから今は一つでもすがれる手があるってことを教えたいだけさ。立ち回り的にはもう老人の体でやることじゃないってさっき言ってたけど、全然やってんだよ。また新しい甲冑装備出てきた。モブの甲冑装備はめちゃめちゃ、おー、バレるバレるバレる。それで、あのベネディクタって女はどういう？確かに、捉え方的には死亡フラグにも捉えかねない。ちょっとした草原ってやつだよ。てかこれ、ここあれか。奴は風のドミナントだ。あの女と戦うところか。もう二度と出壊さないよう祈っとけ。風、召喚獣ガルーダか。召喚獣バトル見れんじゃね。女倒した後、ううはーって言って、すごいやるせない、うーはーだったけど。
いいね、こういう城探索すげえ好きよ。おお、そういう感じか。細かいな、ここの羽がヒラ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 こう動いてんの。すげえ細かい。ザラーンが落ちた。え？事故じゃん。これで頭部はオーク族の手に渡ったな。すぐにでも出征いたします。構うな。え？しかし鉱山は待て、え、待って、誰お前。絶対に沈む。お前はお前の務めを果たせばよい。はい、御意に。黒の一帯は刻々と大地を蝕む。辺境のエーテル枯渇は深刻だ。これはギリギリセーフだった。まあ大丈夫でしょう、YouTube さん。マザークリスタルの周辺領域でしか。これが日中じゃなかったことが何もせめても救い。マザークリスタルをめぐる戦が激しくなれば、やがて祭りごとも疲弊し、国が内側から壊れよう。だから急ぐのですね。そう、ドミナントを抑える。力を持つ者を集め、マザークリスタルのもとに新たな秩序を築く。そのために世界をあるべき姿に戻す。あの男さえ裏切らなければもっと早く。まだ忘れられないのか。他の男がいる前で、ま、よくない。おこの私の銃を疑うのか。ギリギリを攻めていく。それともまだ足りない。一応相手王様だよね。お前の期待のことをふと思い出してな。幼いお前はあれの手をしっかと握って話そうとしなかった。そんな昔のことなどとうに忘れました。私にはこの手があればいい。それだけでいいの。いつか全てのものが知るだろう。世界を救うのが。大丈夫かな。肌色の面積多いっていうやつでパンされないか。私の命はあなたのためだけに。 YouTube さん、この瞬間だけ俺だけ見ててほしいわ。姉さん、巡回兵が帰ってこない。まさか。どうやらそのようだ、ゲルルフ。ではシドがここに。兵どもを使って奴を礼拝堂に誘い込め。私が相手をする。来たか、シドルファス。まあ、ここか。思い出した、ここか。体験版で一応一通りクリアした後にできる場所。でタイラントもガルーダもない状態だから、めちゃめちゃ難易度高いじゃん。大丈夫だ。くら。いやでも大丈夫。炎出すよ。ちっちゃい炎。覚えてる。火の魔法をそんな風に。お前案外器用だな。ちょっと今は手元にタイタンないけど、そこ心もとないけど大丈夫。ジャスト回避強いから。確かこの先はチカローに通じているはずだ。ベアラーたちがそこにいるなら話は早いが。忍び足で歩くのいいけど、ここちっちゃな太陽出てるから普通にバレるよ。誰もいない。大丈夫。やっぱりそううまくはいかんか。アイテムはなかったはず。ちょっとすみません、舐め回る、舐めますようにちょっと見ちゃいますけど。
あげるぞ。しっかり持ち上げろ。できるだけ音も立てないようにね。敵がいる。道はここだけだ。やっちまうぞ。おい、大臣使徒が潜り込んだぞ。ハロー。邪魔するぜ。片付ける。まずお前から。わかるでやればいい。あーい。そこか。さて。ダメだ。こっちは進めそうにない。他の道を探そう。だがな。覚えてる体が。ここからなら。なんとも大胆だね。レベル22までいったけど、今のところ神ゲーですね。いやもう最初の体験版の時点で約束された神ゲーだなって感じた。露骨な引き付け、ありがとうございます。特殊なガード、あ、ガードを使う敵か。そう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 。昨日このガード持ちと戦うときは他のね、アビリがもういくらでもあるせいであんまり気にしなくてよかったです。トミー今のレベルいくつだ ?14 か。まあまあまあ、得られる変形器多分全部もらってるだろう。であっちに確か何もなかったから、何もなかったと思いたいから、うん、行こう。ボス戦かな。ああ。この先は礼拝堂か。それにしたってやけに静かだ。戦闘がサクサク進むのいいよな、このゲーム。途中で強敵になんか阻まれるっていうこともないし、随分派手にやったもんだ。いい難易度してる。こんな夜更けにお祈りか。異国の神にすがるほど私が飢えてるように見えるのか。お前を待っていた。頼んだ覚えはないが、まんまと誘い込まれたか。なら話が早い。ベアラーと火のドミナントを渡せ。できん相談だな。ドミナントはこれからの世界に必要になる。シド、ウォールードへ戻ってこい。バルナバス様と新たな世界を作ろう。もう一度共に歩むんだ。新たな世界？そいつには賛成だ。だが俺はお前たちとつるむ気はない。奴が高々と掲げる得体の知れない理想にだけは踊らされたくないんでね。バルナバス様に命を救われた恩を忘れたのか、忠義のかけらもない知れ者が。俺は奴の奴隷にはならない。お前のようにはな。貴様に何がわかると言うんだ。そうさ、お前の本当の望みはわからないよ。それでもいつだったかお前は言った。人として死にたいと。あの言葉だけは真実だと思ってる。もう自分に嘘をつかないでくれ。この過去編とかもなんか自分を痛めつけてまで人生を誰かに委ねる必要はないんだ。
力だろうが体だろうが使えるものは使う。私はそうやって生きてきた。ベネディクタ、これ以上自分を憐れむことを言うな。吉祥殿のご高説か。少しでも期待した私がバカだった。私を憐れんでいるのはお前だ、シドルファス。もううんざりだ。雷のドミナントの説得は諦めざるを得ない。バルナバス様にあだなすなら、お前はここで殺す。普通の力使うだけで相当、だってね、地平度吐くぐらいだから、下がれくらいの、これ相当あれなんだろう、最後の一定レベルの力なんだろう、こうやって見ると。髪の毛白くなるんだな、このモードに入るとみんな。痛すぎる。シドって老体っていう割には俺40歳ぐらいにしか見えないんだけど。いや40はちょっとあれか、50ぐらいか。片付けておけ。2匹か。よろしく。だがやるしかない。いろいろ飛びすっていくがなく避けられてる。今の選択は合っていたんだろう。なんかあったっけ？覚えてないやん。いや、BGM かっこいいや。改めて聞くぞ。いや、これはいいダメージだ。いや、片翼の翼だけ残ってるはず。はいはいはい、早いよ。それ何何何、あー、それで OKOKOK、 そっちね。え、そっちやりたいな。それ当たる。危ね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 。そっちだ、そっちだ、そっちだ。ほぼ決めちゃう、これで。よし、カモン。気をつけろ、トリガリ来るぞ。いいよ、受けないで。それでギリギリまで。これでダウン取れない、あるか。はいはい、俺の練習見せたれ。ここも避ければいいんだから。見えた。いや、それも大丈夫、どうせ出る。よし、
オッケーイ。いけるいける。早くあの女を戦いて。嵐の目。いや、防具作りたいな。ガルーダ防具とかあったらかっこいいだろうな。早くこの初期甲冑から変えてあげたい。おい、大丈夫か？そう見えるか？大丈夫、さっきも地平道1回ぐらい生えてた。大丈夫だって。クライブ、今ならまだ間に合う。ベネディクターを追え。やつが火のドミナントを連れてここを離れる前に抑えるんだ。あんたは何？すぐに追いつくさ。分かった。行くぞ、トルガル。いやー待って、これ本当に死んじゃうんじゃないか。死なないでくれ、いいキャラしてんだから。俺の好きなイケオジなんだから。これさ、この状態でさ、あ、回復っていうコマンド今押したんだけど、トルガルにダメだ、回復してくれなかった。うわー、なんだっけ、ドライブだっけ、召喚獣もしと、うん、まだか。もうさすがにボス戦だろう。落下しがない。違和感を感じる。何？あ、この上にいるんだな。います。今会いに行くからね。うわあ、来たー。待っててくれてるじゃん。今行けば間に合うって言ってたけど。シドも老いたな。あれ式のことでくたばったか。くたばってない。そんなこと言うんじゃない。それにしてもお前がやってくるとは意外だったよ。チラーダたちを退けるとは、そこらのベアラーとは違うようだ。その気があるなら私が勝ってやる。お前ほどの腕なら我が隊でやっていけるだろう。火のドミナントに用がある。この砦にいるんだろう。そいつを渡せ。武をわきまえろ、小賢しい。どいつもこいつも今の私はすこぶる気分が悪いんだ。家畜の分際で勝手にしゃべるんじゃないよ。よく覚えておけ、印持ち。家畜に意志など必要ない。はっ、家畜ってのは従順に飼われていればいい。今の決めポーズよかった。あ、いきなり始まった。近づくよ。あー、読まれとる。いやー、ちょっと待て、全然強いじゃん。こいつもくれてやる。それを出して2回ね。あー、スリップダメージャーリーダー。よいしょ、避ける。でも意外と HP 少なくない？
これさ、多分バーストするまで時間かかるから、どっかで一回これ入れていいな、これも入れていいな、多分間に合うかも。はい、思った以上にブレイク早いあれ弱くない、大丈夫、オッケー、ギリ間に合った、終わっちゃう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 、いや第3形態ぐらいまでありそうだ、ヤツはどこだ、何度も言わせる、 DCM かっこいい、第2形態ね、いや2回それですね、3回使ってるから相当体力使ってるでしょ、ドミナント持ちじゃなくてここまで戦ったよ、主人公すごいよ、誇り持ってトラガルナイスやめろ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 、うわトラガルどっちは見たくない、え待て待て、トラガルが死ぬとかそういうことはないよな、今すぐ殺してやる、うわトラガル補助なしだ、危ねえ、おいちょっと BGM だってちょっと泣きそうになるんだけど、やろな、避けて、一回詰めれば二発も当たんないね、詰めて、危ない危ない、くそ魔法たまんないよ、危ない、見えた、ジャスガしてけジャスガしてけ、ジャスガじゃねえや、魔法食べて魔法食べて魔法食べて、来いよ、は当たる、当たらない、避けていく避けていく、こっちの方がいいか、あっうー、まあでも大丈夫、食らってない食らってない、いや硬くない今思ったけど、いや3回か、よし、いやだがしかし、はいはい水な、あミスってる結構ミスってる、やるしかないやるしかない、いやとりあえず3分の1か、いやでもこれタッチ形態でこれが強いな、あーすごい、遠隔でその爪使えるのずるい、ベラルフォール、もうただのメテオだって、いよいよいよだ、めちゃめちゃライデン覚えてますメタルギア、おなんだこれ、え、あ違うか、普通にやるか、ダメージ削ったかな、ああボーナスタイム、いやうわ、まあ一応間に合った、虫すぐ走るんだよ、危ない、これさ追ってきてる系じゃない、違うかちょっとワールドの下のトラウマが、あダイソン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 からのメディアか、そこか、
食べて、エネちゃん、エネちゃん、エネちゃん。3回だろ。オッケー、まだあるか。はい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 、赤ちゃん戦法間違えた。うお、いった。1回食らうだけでこんな食らうの。ポーション使おう。避けられますけど、よし、これで半分。はい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 、赤ちゃん戦法。やべ、いつかで忘れてた。あーぶはー、いや、もったいねー。わ、ずるー。いや、大丈夫。あー、ご褒美だな。トラガル。いや、でも気をつけない。いや、ナイスだ。いや、この力持った相手を吹っ飛ばすってトラガル強すぎない？おお、共闘、また共闘戦だ。トラガルかっこよすぎだろ、それかっこいいが。トラガル、トラガル、そんな堂々になっちゃダメ。いけません、発射ないですよ。最後、いや、まだいける。間に合う。よし、完璧。どうせね、一回弾き飛ばされて。入って。無理するっすよ、無理するっすよ。避けられないとでも思った。よく分かんない。いや、避けられるんですね。いや、でこの BGM 良すぎない？なんで最初の大ボスでこんなにいい BGM いい。よいしょー。ジビラ最後になっちゃう。使うタイミング間違えた。あ、オーケー。いや、クソ楽しい。結局1回ぐらいしか食らわなかったな。いや、マジで、ジャスト回避マジで強すぎる。なんだこれは。ウィルゲージを削る力が 10% 上。ああ、強い。だからダウン状態持ってきやすくなるってことでしょ。たかがベアラーごときに、この私がなぜだ。様ごときに選ばれし私がなぜ。お前には分からんか。生きてる。よかった。自分を持ってる奴は強いんだ。最終回かよ。黙れ、くたばり損ないが。火のドミナントはどこだ。この砦のどこにいる。なんだ、お前は何なんだ。僕は相手認めたくないがゆえに、もうヤバい奴が扱いしてる。何。あ、これで奪うんだ。クライバークライバー。
おお、ザワールド、唐突なザワールド。ラスボスだろ今の。クライブ、しっかりしろ。ユウ仲間になっちゃいなよ。パーティー枠空いてるよ。全然歓迎だよ。トラガルめっちゃ威嚇してるけど。行かないで。行かないで。この教授に。腐ってる。あ。やっぱ出ないよね。なぜ。もらっちゃった。でもちょっとなんか余韻残ってたな。ほんのちょっとだけど、残りかすぐらいの余韻は残ってる。ガルーダ、見せたれ見せたれ。一体何があった。ガルーダ、返せ返せ。姉さん、こんなガルーダがあいつに。違う違う違う、これは私じゃない。姉さん、俺を見ろ、頼む、しっかりしてくれ。どうなってやがる。まだお前はここではあれなんだな、行かないんだな。いやでも今後敵として出てくるビジョンも見えないけどね。まさかお前ガルーダの力を吸収したのか。どうやって。まずいぞ、ベアラーたちが無事だといいが。これはこれでトラガルじゃないよ。ライジンさん復活しすぎじゃない。とっととここを出るぞ。全然血で汚れてないし。このままじゃ丸焼きになっちまう。今は自分が生き延びることを考えるんだ。また機会はある。くそ。びっくりした、びっくりした。ああ、火のかがりビエンド。ちょっとトロフィーの出るタイミングそういう風にしか見えないんだ。いやでも主人公かなとか思ったけど、主人公よりもなんか美男若かりし。あ、来い。いや分かんなかった。ご指示の通り騒ぎを起こしました。ベアラーたちも無事外へ。さあ我々も。ああ、やっぱ若い頃の主人公の声に似てる気がする。意外と全然崩れなかったね。今すぐ逃げなきゃここ崩壊するよレベルの感じの雰囲気だったけど。くそ、夜が明けちまったか。この騒ぎでザンブレク兵どもが集まってきてる。面倒なことになりそうだ。ひとまずこの場を離れるぞ。いいな。分かった。肌嵐の何なんて兆し召喚獣ガルダの力を吸収し、なんか爪ラッシュだよな。丸ボタンで相手を引き寄せ。オッケーオッケー、これ昨日覚えたからな。しかしドミナントから力を吸収するなんて見たことも聞いたこともない。俺にもわからない。だが確かあれだ、ガルーダ使えってやつだ。引き寄せる。はい、ラッシュ入ります。エザーシラッシュ失礼します。終わらない終わらない。でまた引き寄せます。よいしょ。僕あれなんだよな、なんかドラゴンっぽいねんだよ。ほら
そのなんかっぽいな。そこで何をしてる。さあ、入ってこないか。来た。これ引き寄せたい。お前ら引き寄せられる。うわ、空中の敵引き寄せられると強いね。立ち上げます。でラッシュ入ります。あ、お前だったもん。でこうやってあれだもんね、こっちも残ってるもんね。オッケー、だから必殺技的なものが使える機会。おっ、なんか今ちょっとレアアイテム的なねオーラ出てましたけど、オッケー、いいぞ。2つぐらいだったらなんか全然併用して使えられる。そうね、すごい双剣みたいな感じでね、コンボゲージすげえ貯められるから、最終的には一撃のダメージはタイタの方が多分強いんだろうけど、フェニックスはバランスなのかな、相手バーストに持っていきやすくしやすいみたいな、そんな感じがする。待て、俺だよ先輩。なんだガブ、驚かせるんじゃない。驚いたのはこっちだぜ。まったく派手にやりやがって。こっち。よかった、誰も死なないエンドで。それじゃあベアラーたちを逃がしたのはシドじゃないってのか。ああ、俺もクライブもそれどころじゃなかったからな。みんながうまく逃げたならそれでよしとしよう。よく誘導してくれた。いや、自分の仕事をしただけさ。それで火のドミナントは。きっとやつもまだ生きてる。なあ、俺が探すよ。お、いい先輩になった。どうした。弟の仇ってのを聞いちまったからな。あんたの気持ちはわかるよ。俺の家族もザンブレク兵にやられた。ガブ、じゃあな、兄弟。死なないでくれよガブ。調子のいいやつだぜ。笑うのかなと思っちゃった主人公。私の力が。姉さん、しっかりしろ。大丈夫だ。意気消沈って感じだね、これこそ。私はどうすれば、どうすれば。街道までどれくらいだ。ここからじゃまだしばらくかかるぞ。きっとバルナバス様にも捨てられる。どうすれば、どうすればいい。姉さん、もう始まった。シクスティーン始まった。これがシクスティーンだ。うまいな。モブのやることじゃないぞ。誰だ。こいつは上玉だ。うわ、ただの残党じゃん。こいつはきっと高く売れるぞ。でも売り飛ばす前にちゃんと中身を調べておかねえとな。やめろ。ああ、もう大丈夫だ。さあ、帰ろう。なあ、シドルファス。お前を
を信じなかったからなのか。なになになに、壊れちまえ。戻ってるもんな。うわ、どうなるんだこれ。